やはりですね、ここにね、つまらんそうですよ。サムライチャンネルへようこそ。今回はですね、以前動画で紹介したコメリさんの早刈りくんジュニア。以前使った時に気になったのが、ボディのですね、幅に対しての刈り幅が狭いということがありまして、少しね、もう少しやはり刈り幅があった方がいいかなというのが気になりましたので、このですね、ダイヤトップさんの EX12、こちらをですね、取り付けてみました。そしてですね、もともと付いていたこのね、フリーバなんですけれども、これも取り外したところね、見ましたらここにですね、ダイヤトップというね、刻印が入っているんですよね。で、なんかね、似ているなと思ったら EX8。まあ、あれはですね、フリーバが2つなんですけれども、あれになんかちょっと似ているなと思ってね、外したところ、これもですね、ダイヤトップさんの製品だったんですよね。それですので、この EX12 もね、簡単に取り付けできるのではないかなと思いまして、付けてみたところですね、簡単に取り付けできますし、非常にですね、バランスがいい。まあもう見た感じね、あ、これならいけるなっていうようなね、イメージになりましたので、早速ですね、この EX12 を使ったらどうなるのか、試してみたいと思います。そしてですね、この EX12、ご存知ない方もいるかと思うんですけれども、ご存知ない方はですね、上にリンクを貼っておきますので、ご覧いただきたいんですけれども、簡単に説明しますと、12といってね、12インチあるんですよ、これ。で、このですね、ディスクのですね、直径がですね、約30センチありまして、で、ここにですね、ナイロンコードが飛び出ているので、これね、全長でね、だいたいね、40センチぐらいの幅をね、買っていけるんですよね。そしてですね、このナイロンコードはですね、自動繰り出し式になっていますので、このね、自動繰り出しのね、仕組みが素晴らしくて、いつ出たのかわからない仕組みなんですよ、これ。そして裏側はですね、このようにね、非常にシンプル構造になっていて、実はこのですね、回転力とですね、ナイロンコードの質量との差でですね、自動的に繰り出してくれるので、まあもうね、本当にね、滑らかな繰り出しで、草刈りをしていてね、いつ飛び出ていたのかわからないというような状況ですんで、いやーこれはですね、このね、早刈りくんジュニアとのマッチングもね、最高ではないかと思いまして、今日ね、使っていきたいと思っています。で、このね、12インチのね、EX12 なんですけれども、パワーのあるマシンでないと、このナイロンコードをね、回し切ることができませんので、早刈りくんのように 35cc あればですね、余裕で使えるのではないかなということでですね、非常にですね、使ってみるのが楽しみです。そしてこの早刈りくんはですね、以前もレビューしたんですけれども、まっすぐ進んでですね、一気にこうね、草を刈り取っていくのが得意ですので、このように振り回したりですとかね、そうしてしまいますと疲れてしまいますので、直線でなるべく一気に刈っていくのがね、得意なマシンですので、斜面ですとかね、そういったところを刈る方はですね、早刈りくんのね、自走式の方ですね、お勧めしますね。さあ、それでは早速ですね、この EX12 を装着した早刈りくん、試していきたいと思います。いや、今ですね、少し買ってみたんですけど、素晴らしい。正直ね、3枚のフリーバーよりも、この EX12 の方がね、もうよく切れますね。で、刈り幅が広いので、非常にね、はかどるんですよ。一直線に行ったところですね、まあ、ほぼね、このフレームのですね、幅で刈れますので、非常にですね、効率よくね、一直線上に刈ってることができますね。いやー、これはいいなぁ。
いやーこれねすごいいいですね。なんかね草丈をねものともしないパワーと言いますかね、一気にねこうストレスなく変わっていくことができるので、これだったらねもしかしたらですね生い茂った草も枯れるんじゃないですかね。ちょっと試してみたいと思います。それとですね、前回ねちょっと歯が立たなかったこの生い茂ったところですね、草の丈もあったりまた密生してしまっているところ、ここでですね EX12 とあやがりくん Jr. の組み合わせ、これねどうなるのかね非常に楽しみですね。それではですね暴走行為を行っていきたいと思います。いや今買ったんですけど、ツルクサがすごくてですね、まあ夕顔ですね、まあこちらねちょっとやっぱりね絡みついてしまいますね。やはりですねここにねつまらんそうですよ。ここのつまらんそうをつけるのがですね実はポイントなんですけれども、今回ですねあえてつけていないというところでですねちょっと残念なね巻きつきになっていますね。実はここにですねつまらんそうねつけてみたいと思います。さあそれではですねもうすでにねつまらんそうのね装着を終えたんですけれども、この巻き付き防止カッターですね、こちらと EX12 の組み合わせってね実は最強なんですよ。このコンビでですねさらにこの早上がりくんジュニアを使って暴走行為を行っていきたいと思います。さあ皆さんいかがだったでしょうか。つまらんそうを装着した途端にこのですねつる草の巻きつきがねもうなくなりまして、スムーズに変わっていくことができましたね。やはりですねこう路面の起伏とかがあったりしますとねこうデコボコっとしてしまってちょっとねこううまく進んでいかない時もあるんですけれども、路面がですねもう真っ平らな時にはですねスムーズに刈り取っていくことができました。そしてですね標準のですね樹脂製のフリーバーではね今まで太刀打ちできなかったんですけれども、このですね EX12 とつまらんそうね、つけた途端に刈り取っていくことができるようになるんですよね。で、もちろんですね、抵抗がかかってくるとエンジンがですね、少し回転が落ちてくるんですけれども、その時にはですね、先端をね、少し持ち上げてあげると、またエンジン回転がね、復活してきますので、そのままですね、前後したりしながら行くとですね、刈り取りを継続していけると。前回のようにですね、ああ、もうダメだ、これもダメだ、というような状況ではなくて、刈り取っていくことができるようになったというのがですね、すごいですね。そしてですね、今ね、買ったように、この低い草をですね、
直線上に一気に刈っていくのが、この早刈り君ジュニアは得意ですので、やはりですね、こうしたように、こまめに草を刈っていく。そうすることによって、非常にですね、体に負担が少なく、効率よく草刈りができるなというふうに思いました。そしてこの使い方はですね、メーカーが推奨している説明書に書いてあるやり方ではございませんので、この辺はですね、自己責任になりますので、ご注意をお願いしたいなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。